FF10 屈指の名シーンからです。待て！ FF10 をプレイしたことがない人でもなぜか知っているあのイベントです。せっかくなのでここはノーカット無編集でお送りします。まだ邪魔するってのかよ。召喚士は通す、ガードも通す、決まりは通さない。決まりはロンゾの面汚し、ロンゾの使命を捨てた者。一族を捨て、御山も捨てた小さいロンゾ、弱いロンゾ。御山は弱く小さい者を嫌う。登りたければ力を示せばいいのだな。勝てると思うか。誰が決まりの角を折ったか忘れてはいまい。決まりは一度もヴィラン体系に勝てなかった。今度は勝つ、勝つと決めた。こんな、ロンゾの問題だってのかよ。決まりの問題だ。16戦目、ヴィランロンゾとエンケロンゾです。いつって登場した割に、決まり一人に対して二人がかりで襲ってきます。ヴィランとエンケの能力値は決まりの強さに合わせて変動します。ヴィランの通常時の行動は、アンダー、タックル、グリドド、タックルのローテーション。エンケの通常時の行動は、火炎、アクアブレス、タックルのローテーションです。タックルを使用するたびに2体の位置関係が変化。二体が隣接しているときはお互いにかばい合い、物理攻撃のダメージを大幅にカットします。相方が生きている状態で残り HP が半分未満になると、ヴィランはマイティガード、エンケはホワイトウィンドウを使います。さらに、相方が倒されると、ヴィランはバーサク、エンケはヘイストを自身に使用します。二体とも撃破すれば勝利となります。ヴィランが八つ先にしてくれよ。角なし、角なし。ラッコ、山抜けるわ。ヘナチョコ。ご覧の通り、ヴィランとエンケの攻撃は全く痛くないので、負ける要素は皆無です。決まりは初手ヘイスト出て数を増やしてから、レベル3キースピアを合計3つ以上盗みます。どちらか一方からレアを引ければ OK です。決まりに盗むを習得させたのは、ここで貴重なレベル3キースピアを盗ませるためでした。盗みの吟味に成功したら、龍剣で敵の技を習得していきます。ヴィランからは、回し蹴り、自爆、死の宣告、エンケからは、火炎、アクアブレス、石化ブレスを覚えられます。さらに、HP が半分落ちると使用する、マイティガードとホワイトウィンドも使ってくるのを見た後なら習得可能です。特に、死の宣告とマイティガードは、この先使いどころ3があるので、必ず習得しておきましょう。決まりは敵の技を習得するたびに、オーバードライブゲージが満タンになるので、この戦闘では敵の技をガンガン使って攻めていきます。弱いロンゾが調子に乗るな。お前じゃ。エンケのホワイトウィンドウを見たので、次はヴィランの HP を削って、マイティガードを使わせます。残り HP が半分を切ると使ってくる敵の技は、相方が倒れていると使ってこないので、技を見る前に勢い余って倒してしまわないよう気をつけましょう。決まりの力はこの程度か。こっちのセリフなんだよな。これでマイティガードも見たので、あとは龍剣で敵の技をすべて習得してから倒すだけです。なお、決まりにはこの先の戦闘で敵の技を使う場面があるので、最後はゲージが満タンの状態で勝利するようにします。まだまだ時間がかかるので、この間に、ヴィランとエンケの能力値の決まり方について解説します。ヴィランとエンケがこんなに弱いのは決まりが弱いからです。具体的には、相手の攻撃力と魔力は、戦闘開始時の決まりの残り HP。相手の最大 HP は、決まりの攻撃力と魔力。相手の素早さは、決まりの素早さに対応しています。ヴ
ヴィランとエンケの攻撃力と魔力の計算式は上記の通り。決まりの初期 HP である644で最小、以降は HP が200増えるごとに1ランクずつ上がるようになっています。今回の決まりの HP は1096だったので、ランク1、ヴィランは攻撃力13、魔力4、エンケは攻撃力6、魔力9となります。なお、計算に使われる HP は戦闘開始時の決まりの残り HP なので、その辺の雑魚相手にあらかじめ決まりの HP を減らしておけば、十分育成した後でも弱いヴィランたちと戦えます。次、ヴィランとエンケの最大 HP の計算式は上記の通り。決まりの攻撃力と魔力が高いほど、二人の最大 HP が増えるようになっています。今回決まりはこれらの能力値を一度も上げていないので、ヴィランは HP1152、エンケは HP864 の最低値となっています。なお、この式には特に上限が設けられていないので、決まりの攻撃力と魔力をカンストの255まで育成すると、ヴィランの HP は354万、エンケの HP は266万を超えます。最後、ヴィランとエンケの素早さの計算式は上記の通り。こちらは単純で、ヴィランの素早さは決まりの素早さから4ヒーター対、エンケの素早さは8ヒーター対になります。以上、ヴィランとエンケの能力値の決まり方でした。こんな感じで、こちらがよほど極端な育て方をしない限りは、生まないような設定になっています。もしかして決まりさん、絶対プレイされていた？決まり論ぞ。見事なり。というわけで、戦闘自体は楽勝ですが、最後にドロップ吟味があります。ヴィランとエンケは、通常枠でリターンスピア、レア枠でフレンドスピアを落としますが、これをちょうど、一つずつ落とすように吟味します。テイク数は3回。最初の盗みの吟味もあるので、もう少しかかるかと思いましたが、意外と早く落ちました。ヴィランは嬉しいぞ。召喚士は通す。決まりも通す。バッカは通さない。俺かよ。